サウロロフス赤はハドロサウルス科に属する恐竜の赤。20世紀半ばから景観の発達したランベオサウルス赤と比較して大まかに戸坂を持たないグループであるハドロサウルス赤として呼称されていた。しかし、ハドロサウルス赤という名称はハドロサウルスに基づいており、これはランベオサウルス赤やエドモントサウルス及びサウロロフスといった他の伝統的な ハドロサウルス赤よりも原始的であることが後の研究で判明した。このため、ハドロサウルス赤という名称は、却下ないしハドロサウルスのみに限定され、伝統的なハドロサウルス赤はサウロロフス赤に改名された。その後の系統解析では、ハドロサウルスは全てのヒランベオサウルス赤のハドロサウルス化を含む単系統群に置かれ、この観点ではハドロサウルス赤が復活し、 ハドロサウルス科は、ハドロサウルス赤とランベオサウルス赤に分かれる。2010年のアルベルトプリエト・マルケスによる系統解析で、サウロロフス赤は初めて分岐群として定義された。かつてトサカを持たない、ハドロサウルス科の分岐群は、ハドロサウルス赤と命名されていたが、ハドロサウルス赤という用語の使用は、同年のアルベルト・プリエト・マルケスによるハドロサウルス、 かの関係の包括的研究において疑問が提された。以前ハドロサウルス赤という名称は、突起が発達していない、ハドロサウルスかの分岐群に用いられていたが、国際動物命名規約に反し、その模式種ハドロサウルスフォーキーはその名を持つ、分岐群から除外されると彼は主張した。彼は、同年に、ハドロサウルス赤をハドロサウルスフォーキーのみを含む、系統と定義し、 それまでの分類の代わりにサウロロフス赤の名称を用いた。以下のクラドグラムは2012年のゴデフロイトらの解析に基づく。以下のクラドグラムはプリエト・マルケスによる2013年の系統解析で明らかにされたもの。ランベオサウルス赤の中と基盤的ハドロサウルス上化の間の関係性は示されていない。ありがとうございます。